食べたいと思います。よーし、パッ。はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日はパテモサといえば味の素の冷凍餃子、そしてちょっと辛いが本場にうまいキムチ、そして男の煮込みしていい、うまく焼けましたね。この家最後にしては非常にうまく焼けました。はい、わざわざ今日買ってきました。これやはりこれかなとコメントでも見ました。餃子丼っていう言葉もありましたけども、ちょっと餃子丼はちょっと炊きたてご飯でもったいないね。でちょっと辛いがほんまにうまいキムチ、これ食べた人うまかったでしょう、うまかったってコメント書いてくれてた人いましたからね、ありがとうございます。というわけでいよいよラスト3日となりました、3回となりました。ここでの飯動画味わっていただきたいと思います。いただきます。まずはキムチからいきましょうか。ちょい醤油してます。はい、ちょい醤油、うん、今日も寒いね。いただきます。うん、うまい。うん、ほんまうまいわ。このキムチほんまにうまい。餃子いただきましょう。トントン、うまいな。餃子と飯てか味の素の冷凍餃子と飯がうまいわ。うん、本当にもう仕上がってますね、味の素の冷凍餃子は。もう下手したらその辺でちょっとした餃子専門店より美味しいかもしれない。本当このキムチ食べたことない人食べていただきたい。でうちは最近ね、引っ越しして最寄りのスーパーになったところは、最寄りのスーパーっていうかコープなんですけど、これ売ってました。これのあのこれを売ってなかった、これ売ってたから、これはちょっと見てないけど、これのえびせん売っとりました。またまだ大量に買いましたね、うん、8個ほど買いました、うん、この餃子も多分売ってるでしょう。餃子このキムチもえびせん売ってる時点でね。どうした、餃子のタレはいつもポン酢にちょい醤油です、うん、ポン酢だけではちょっとね醤油気が足りないんで、ね、ちょっと醤油を足す、うん、
まあ、お好みでお酢を足すっていうのもあるかもしれないしね、うん、それはもう好きにやってください。お酢とこしょうバリクソの一杯で食べる餃子もうまいんですけど、飯に俺合わないですよね。うん、飯にはやっぱこれかな。ちょっと醤油よりがうまいね。皆さんからのリクエストで入ってたメニューの一つなんですけど、皆さんはその人からするとちょっとおなじみのパテモソといえばみたいな飯ですけど、俺からしても食うとこれこれってなんだよね。うん、昨日から多少その飯動画と思い出のある飯動画の飯を食ってるんですけど、そんなね何日間もね、そのいつもあのパテモソといえば飯なんか食わないやん。次の日はまた違うものになってたりするしさ、普通にあるものになってるけど、今回わざわざあえてそれに寄せとるからさ、貴重な1週間俺からしても、あーこれこれ食うてるいつも言って言えるようなね飯になってる。まあ、よく食ってるイコール好物ですからね。好きな食べ物ですから、うん、素敵な本当お別れ習慣になってます、うん、ここで食うのももうあと2回。うん、もちろん出てきてないあれももちろん出てきますし、うん、もしかしたら皆さんの予想と違うものも出てくるかもしれんし、それも含めて俺としては思い出深い、うん、飯ですね、思い出深いね。まあただ引っ越したって向こうで食うけどね、一緒だもん。ただこのクソ寒い、クソ寒くてクソ暑かったこの部屋で食うことはもうないのかと思うと、いやー快適な家作ってよかったと思ってます。家建ててね、一番思うのはね、この家との差ですよ。うん、思い出はあるけど、やっぱね、寒かったり暑かったり、てか今の家ってすげえなっていうね、うん、そういう感じです。今の家って俺が建てた家、今時の家ね、今の技術が詰まった家ってね、すごいなっていう。こんなに寒くないもん。
昨晩ね、試しに暖房つけてみたんですよ。ここの霧ヶ峰はもう30年近く前の霧ヶ峰なんで、去年の霧ヶ峰、去年霧ヶ峰じゃないか、俺のどこ買ったパナソニック買ったかな、パナソニックのやつやな、なんていうやつかわからんけど、全然違う。うん、で新しいのの方がなんか温まりが早い、気のせいかな。まあ部屋の気密性が上がってるのもたまにけど、非常にねすぐぬくくなる。まあストーブ焚いてたもんねけどね、でも寝室ちょっと寒いからさ、あのリビングよりはね、うん、いろいろと感動しますね。うん、本当うめえな。味の素の冷凍餃子、今日は汁物もないしね、本当あの米好きのための米好きのためのメニューですね。このちょっと喉に突っかかるぐらいの、私は固めに炊きますんで、この感じも踏まえてね、含めてね、最高。うん、今日もうまかった。ありがとう、この家、餃子とキムチはもうこの家で食うことはないかもしれませんけど、ありがとう、美味しかったです。というわけでパテモソ協会、本日はおどうな煮込飯で、味の素の冷凍餃子とちょっと辛いがほんまにうまいキムチでいただきました。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。というわけで皆様、本日一日頑張って良い週末をお迎えくださいませ。ほんなら。